こんにちは、横田です。ちょっと今日ですね、ひらめいたばっかりなんですけど、なんか物事を伝える時って、ノンフィクションで伝えていくと逆に伝わりづらいのかなと思ってます。だから漫画にするとかですね、アニメにするとか映画にするとか、そういうふうに、フィクションにすることによって あとお笑いとかですね、漫画言いましたっけ、さっきアニメとかそういうやつですね、そういうものにすることによって伝わりやすいのかなと思います。これはエハンデラビーさんっていう方も言われたし、最近いろいろ思うんですね。なんかやっぱりアニメとか漫画とか書いてる、まあ、手塚治虫さんもそうだし、そういう人たちってある意味予言してたりとか、そういうセンサーが働いてるのかなと。そういう何か漫画を描く人っていうのは、漫画とか映画とかなんかストーリーを作る人っていうのはつながってるのかなと思って、それでそういうのを表現して漫画とかアニメで、そっちの方が伝わりやすかったり感動したりとかですね。あと、まあ、全然関係ない話でも、関係ないかちょっと違うんですけど、バガボンドっていう映画で漫画がありますよね。それでもやっぱり自己啓発書とか本とかでこういう風なのをそのまま、勉強するよりも、あの漫画見た方がどれだけ足りるを知るっていうか、上を目指す生き方、人を倒してとか、自分がナンバーワンとか言うんじゃなくて、オンリーワンっていう、感謝するとか、自分を知るとか、日本の和の文化、和の考え方っていうものを知ることができるのは、やっぱりなんかそういう、なんていうのかな、きっちりしたその勉強をいかにもするっていうよりも、夢を叶える像とか、ああいう楽しいやつとかね、バガボンドとか漫画とかアニメ、映画とか、そういうものが大切なのかなと思います。だからこそ僕もちょっと何かそういうところにもアンテナ張りながら伝えていける部分があったらいいなと思ってます。アンテナ立ててます。以上です。ありがとうございます。何か参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。